今回は浦和競馬場で行われます埼玉新聞栄冠賞の予想を発表します。本命5番タービランス、対抗2番ファルコンウィング、他の収支は4番マイネルバサラに9番のリッカルドです。5番タービランス、こちらは重賞で大崩れをしないということで、まあ浦和ちょっと小回りのコースちょっと難しいかなと思うんですが、騎手もまあ笹川騎手、まあ南関東を知り尽くしている若手ということで、まあちょっと本命にしたいと思い、本命2番ファルコンウィング、こちらは3歳、まあ金曜は今回また変わらないので、小馬場ですので金曜的にはどうかなとは思うんですが、まあ3歳という若さ、それを活かせれば、そして内枠からスタートが決まればということで、印を4番マイネルバサラ、こちらは浦和所属の国母厩舎ということで、まあ意外と浦和で合うのではとないかと思い、印を9番リッカルド、まあこちらはなかなか重賞でもっと思い、印を打ちました。今回推奨する買い目は5から249の3連複です。